皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。じゃん、お仕立て着物在中届いたんです。じゃあ開けていきます。いきますよ。やばい。ほら、めっちゃ可愛くないですか。ジャンプがこんなにあります。すごくないですか。あの段幅がね、長かったのでちょっと端を切ってもらったんですよ。これ何に使えるかな。はい、でこちら、これもこれまた可愛いジャンプじゃないですか。可愛いね、素敵でしょ。これ見てくださいよ。新之助上布の横段の着物に、これはあれかな、村雲絞りやのかな、仮装用さんの染めですよ。うーん、すごい。どこから手をつけたらいいのかちょっとわかんないです。めちゃくちゃ素敵すぎて、ちょっとまたカメラを変えますね。もうめちゃくちゃ緊張するんですけど。あー素敵ー、ほらー、あーすごい、めっちゃ素敵、本当に。これを買うときに、あの大分みかんさん、あのよくあの着物 YouTube 界隈で有名な方がいるじゃないですか、がいらっしゃって、絶対これ買った方がいいわよってすごいおすすめされて、ちょっと悩んでたんですよ。私にはちょっと、まあ、高いなと思って、高価だなと思って悩んでたんですけど、手に取っては戻し、手に取っては戻し、手に取っては戻し、こうやって当ててみては巻いて戻し、当ててみては巻いて戻しって何回かしたら、これは買わないとダメよっていう感じで、もう背中を押してくださって、大分みかんさんありがとうございます。めっちゃ可愛い、ほらすごいでしょ。よく我慢した、この金曜から今日まで。着心地めっちゃいいですね。これは綿浅でしたね、確かね。はあ、なんだろう、心の中のストレスが全部飛んでくる感じの気分です。いやー、マジ買ってよかった。年明けに買った緑のね、緑と青と緑の新之助上布はまだ反物のままであるんですけど、めちゃいいです、すごい。いやー、着心地めちゃくちゃいいです。本当にめちゃくちゃ素敵。もちろんそのね、ブースのところでサイズを見ていただいて仕立てていただいたんですけど、可愛いんですよ。あの昔の、 あの極級着物だったらしいんですね、この反物。あの東屋さんの極級着物の紹介の動画にこれを染める前のものが出てるんですよ。それはね、すごくあのパステル調な感じで、すごく可愛い感じ
だったんですけど、この花宗葉さんのこの素晴らしい、すんばらしい絞り染めが入って、まさにこれが唯一無二ですね。めっちゃすごいんですよ。ちょっとじゃあこの染めの素晴らしさをちょっとちゃんと見ていただきましょう。はい、ではこんな感じになってます。ブルーとピンクとパープル、ブルーピンクパープルというこのね、このグラデーションの段、横段の中にこうやって、これはあの村雲絞りですよね。最近あの YouTuber さんたちがみんなあの藤井絞りさんの村雲絞りの反物でお仕立てしてるじゃないですか。いやこれ本当にお買い得だったな。本当に素晴らしいです。とっても素敵でしょ。なんとも言えないこのニュアンス的なところが、いやー本当どんな風に組み合わせしようかな。とりあえずちょっと帯を持ってきましょうかね。椿庵さんをとりあえず合わせたいとは思ってるんですけど、あとはまあね、新之助丈夫なんで半幅とかがいいですかね。はい、この辺とかも本当最高、素敵。いいでしょう。この染めは何色で染めたんですかね。元の反物は結構ポップな感じっていうか、すごく明るくて可愛らしい感じだったんですけど、この花宗葉さんの染めの感じが落ち着いた雰囲気なのに地味ではなくすごく華やかなんですよね。花宗葉の中野さんって本当にすごい人なんだなって改めて思いました。この着物を初めは村雲絞りかなと思ってたんですけど、こうやって見てると竜巻絞りのように見えますね。どちらにしてもとても贅沢で本当に唯一無二の一品です。はい、皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。いかがですか、こちらの着物素敵じゃないですか。ちなみにですが、この新之助丈夫さんのこのね、横段の着物ってなんかもうね、今作れないみたいなんですよね。あの新之助丈夫さんの展示会に伺った時にストライプの反物は結構あったんですけど、横段が入ってるね反物が全然なくて、横段はあまりないんですかっていう風な話を聞いたら、機械が壊れてしまって今はもう横段が折れないんですっていう風に聞いたんですよ。なのでね、この横段の反物はとても貴重だと思います。かわいいでしょ、めちゃくちゃ素敵。椿庵さんの姫鶴そばの半襟ともバッチリ合ってますね。めちゃくちゃドツボでした。これは東京着物ショーでは何か買いたいなとは思っていて、予算は決めていってたんですけど、ちょっと予算を軽くオーバーしていたので、これは買えないなと思っていたんですけれども、大分みかんさんがね、背中を押してくれたおかげで買う勇気が持てました。本当にありがとうございます。とは言ってもね、教育費のかかる子供が3人いて、私もパートしかしてないので、この度のお会計は後ほど分割に変更しました。めっちゃ綺麗じゃないですか。素晴らしい、はい、大本命一発目に来ちゃった。これですよ、椿庵さんの忍わず。どうですか、合いますよね。表面もまあね、爽やかに着れていいんですけど、この
綺麗こんな感じでどうでしょうか。これどうだろう、これちょっと微妙かな、どうですか。水玉のパープルがあるので、それを今度やっぱり買わなきゃいけませんね。はい。これはね、いいと思うんですよ。もうバッチリですね。ピンクの半幅帯。いいでしょ？はい。そしてこれもね、これもいいと思うんですよ。おしゃれ。おしゃれなぁ。そして、帯もね、秋口とかいいと思うんですよね。かわいいでしょね。ほら素敵。はい、もちろんうさこまさんと大塚呉服店さんの帯も忘れちゃいけません。完璧なんですよ。ほら、もう完璧なんですよ。かわいい。これはどうですかね。赤、それでは大本命の椿庵さんの篠間ずりへこ帯を締めていこうと思います。あ、ところでですね、椿庵さん の、 あの新作の情報なんですけど、どうやらゴシックレースを使ったお草履ができるそうなんですよ。まだちゃんと発表になってないんですけど、インスタのおきコーデに使用されてるんですね。で、この間あのインスタライブで椿庵さんのまみさんがお草履がね、もう少ししたらサンプルが出来上がって発表できそうなことをおっしゃっていたので、それもすごく楽しみですね。どんな草履が出来上がるのかな。その草履を履いてゴシックレースのへこ帯をしたらもう完璧ですね。買わなきゃいけないものがいっぱいだけど、とりあえずこの着物のローンを終わらせないといけないので頑張って働きます。今回の帯結びはインスタで見たのかな、結び目を枕にしてお太鼓結び風な感じにするっていう帯結びをねされてたので、それを見よう見まねというか想像で着ています。こんな感じだったらできるかなという感じで今試行錯誤をしているところです。このね着物は私にはちょっと背伸びした感じのお買い物だったんですけど、あの最初に身にまとった時の感想、心の中のストレスがもうほんと消えてなくなる感じですね。本当に幸せ。本当に着物着ててよかったなって思います。洋服着て、そんな気持ちになかなか最近はなれないですよね。しかもね、着物を着て歩いてるとすごくね、いろんな人に親切にされるんですよ。ドアを開けて、全然知らない人ですよ、全然知らない人がドアを開けた時に手に持って待っててくれたりとか、普通のね、おばちゃんで歩いてるときはもうそんなこと一切ないですから。なんならこっちが持っててあげる感じですよ。だけど、なんかそんな風にね、全然知らない人にすごく親切にされるんで、ほんと、めちゃくちゃほんと着物はおすすめですねって。このね、私の動画を見に来てくれてる方は、着物を着てる方、たくさんいらっしゃると思うんですけどね。はい、でいつものように帯揚げを入れるのを忘れていたので今考えているところです。帯と着物がもう輝きすぎちゃってるので、ちょっと帯揚げは控えめがいいかなと思って、椿庵はやめようかなっていう感じですね。シンプルなこのくすんだ水色の帯揚げが全体的に馴染んでいいかなと思います。こちらを結んでいきたいと思います。なんかいつも椿庵さんの帯揚げとかを愛用してると、なんかだんだんとなんか普通の帯揚げいらないかななんて思っちゃうんですけど、やっぱりこういう時には必要ですね。ここまでね、あの椿庵さんで決めちゃうとなんかゴテゴテしすぎというか、
やっぱり抜け感みたいなのがあった方がコーデとして、ね、爽やかな感じに着れるかなと思います。帯揚げね、結ぶのはちょっと苦手なので結ばないで交差させただけでしまいました。全然これでいいですよね。はい、帯留めはキミトさんですね。で、今回2分紐をエリショーさんの2分紐をつけています。こんな感じでどうですか。ちょっとお太鼓の上が歪んでいたので後で引っ張って直しました。はい、裸足で失礼します。今日は外雨降ってるのでもうお家の中だけで過ごそうと思います。相変わらず後ろ向きのポーズは苦手です。はい、でも全体的なコーデはねすごく可愛いと思うんですよ。はい、では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新していきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。